義明様、織田軍勢がこちらに進軍中とのこと。そうか、自分の家臣に攻められるとも知らずにこれで他国も加勢すれば鬼に絡もう。信長もこれまでよ。まだ他国は加勢していないようです。猿だけに任せて大丈夫じゃろうかの。巨大名が動く前にケリをつけてくれればよいが。行くぞ。これで織田も終わりだな。俺ども出陣じゃ。秀吉軍が動き出したとのことです。よし、して他国の加勢はどうなってる。これは他国から加勢はできぬと返答が。なんじゃと。延暦寺の一件で信長の所業に恐れをなしたのです。腰抜けどうが。まあよい、これで秀吉が信長の首を取ってくれば大名どもはこの足から。申し上げます、さすが秀吉軍が信長をやったが攻めてきました。何、お主まさか初めから世をはめるつもりで。わかったな秀吉。足利の時代はこれで終わり、これからは織田の時代だ。